り、はい、全部手作業でやってるんですか？そうです、そうです、まあ、まあ、それは機械で回してますけど、いつも何時ぐらいから？昔と違って今やから5時です。それでも5時ですか？はい、5時から麺、骨、粉をこねるところから流して、裁断して、茹でて、レモンに付けして、それが毎日やっています。うどんによって配合だったり粉だったり、はい、原則的には変わりません。普通は見ない人です。後ろの木箱がすごい年季が入ってるんですけど、そうなんですよ、餅箱ね、餅箱、餅箱より山口から切り落としはそこに入れるんです。あー、あれここ入れて、入れると釜で入れて茹でるんです。何年ぐらいあれは？ずっとやってますね、もう30年も。そうは